筑波山神社境内に見られる本文字苔、本門寺ごけ。本門寺ごけは、千本ごけ家に属する千類で、道ごけの一種である。1934年に新種として、植物学雑誌において発表され、その際に本門寺ごけの和名を与えられた。本門寺ごけは、世界中に広く存在する千類だが、日本では1910年、協立薬科大学。 桜井被災地博士によって、池上本門寺の五十頭で、初めて発見されたため、その場所にちなんで命名された。五十頭の草林が銅で作られ、六章として流れ落ち、青色に染まった石垣であったという。その後の調査で、各地の神社や寺の堂屋根、聖銅像、灯籠、聖錬所、鉱山などで発見された。また、熊本大学、野口明博士の研究により、 欧米の銅語家と同じ種であることが確認された。植物に含まれる銅の濃度は、乾燥重量あたり3から午後15時が普通だが、本文字語家に含まれる銅濃度は9040から 18600ppm という数字であり、極めて高い濃度である。銅のほとんどは、細胞質ではなく、細胞壁に選択的に蓄積されている。ただし、 その生物学的意義は不明である。ヨーロッパの群落は人為的にもたらされた可能性が考えられている。ありがとうございます。